様あるいは年度末が迫る中、何かと忙しい中、村下はじめ、ご支援の皆様方、またこの事業をご協力いただいております各地域から、お集まりをいただきまして、誠にありがとうございました。今はドライ、事務方、また村下からお話しございましたように、今日はこの2年間進めてまいりました日本版 EHR 事業の、報告書も、案もいろいろと議論いただくという、そういう日にもなってまいりました。この間、出雲、尾道、香川、また石巻や東京都、そして大崎、栗原、そして新潟の三月さんをはじめとする6つの町と、この6つの地域で大変お世話になって、それぞれこの医療、介護、あるいは健康情報、いろんな形で IC カード、あるいは電子カードといろんなものを組み合わせた、この医療分野の電子化という、ICT 化ということについて取り組んできていただいたわけであります。で現状を変えてみますと、我が国のこの医療看護介護分野における ICT の利活用というのは、言ってみれば、もうすぐこう一気にこう展開していける、言ってみれば、夜明け前というような、そんな状況じゃないかなという感じを持っているところであります。私なりに実は、地域の方々にも、2地域ほど具体的な取り組みの内容も教えていただいて、また、私は富山県の出身でありますけれども、私の地元自身が今、中核病院のカルテの公開ということから始まって、今ちょうど地域の診療所の皆さんとネットワークを組むということがこの間記者発表されたところというようなこともございます。まさに体感としてこの ICT のいろんな利活用の一分野として、この皆さんにご協力いただいた分野というのは、これから日本の中で社会のために、また経済のために大きく役立っていく大事な分野になるものと、国民のためにも役立つ分野になるという確信を私なりにこの3ヶ月で持たせていただいているところであります。であるだけに、それぞれお取り組みいただいた皆様方の中での現場でのいろんな悩みであったり課題、あるいはこういった規制はもう少しこう何とかしてほしいんだとかですね、そういった本当の生の声というものを集めて一つのまとめにしていくということは、大変これから後に続く方々にとって意義のあることだと思っております。今日はどうかそんな観点から、被災地での報告はもとより、この報告書の審議を通じて、また、フィールド関係者の皆様方からの現場のご苦労、あるいはご経験についてご紹介をいただきながら、いい報告書に練り上げていきたいと思っております。どうか今日の委員会よろしくお願いいたします。ありがとうございました。